緊急は200日の記念配信です。そのから背景がちょっと違うんですよ。出ないね。なんか最近出ないんだよな。1回目2回打たないと出ない。 OK。 今日はカヌレを焼いたんですけど、本当はね違う部屋で配信をする予定だったんですけど、その部屋がちょっと使えなくなっちゃったので、配信の時そうだから、その部屋じゃないとカヌレをね持ってこれなかったんですよ。なのでちょっと持ってこれてはないんですけど、写真もあるので、写真は撮ってきた。そう、この部屋はちょっと持ってこれない、食べれないから。そうだから違う部屋で今日はしようと思ったんだけど、その部屋が使えなくなっちゃったので持ってこれなくなった。焼いたんですけど、普通にあるんですけど、じゃーん、言いづらい。こっちか。じゃん。じゃん。ちょっとアップのしかないよ。ちょっと背景があれ。アップのしかないですけど。あ、タワーちょっとで。これじゃない。さん、タワーありがとうございます。ありがとう、200日のタワーありがとうございます。今日限定のやつですね。ちょっとだけ、いや、そう、焼きムラねできちゃうのよ。どうしてもできるんですよね。仕方ない。これはあの店で売ってるようなやつはステンレスの一個一個の型なんだけど、これはちょっと100均で買ったシリコンの4個一気に作れる方、切り離されてないやつだから、ちょっとどうしても焼きムラができて、内側がねそうこうなっちゃうんですよね。4個のやつで20個だね。5回じゃない、その5個4個入作れる方で5回作ったから20個。でも今回はそんなに底が焦げずにできた。なんかアルミホイルかぶせて焼いたんですけど、なんか1回目のやつがちょっと早めにかぶせすぎちゃったのか、アルミホイルをなかなか焼けなくて、どんぐらい焼いたっけな、1時間半弱ぐらい焼いた。本当は60分焼くんですけど、そう1時間、そう全然焼けなくて1時間半ぐらい焼いて、2回目のやつはちょっと遅めにかけたから、かぶせたらアルミホイルを1時間で、まあいい感じに焼けてたけど、1時間半弱焼いて、もうちょっとあんま焼けてなかったけど、そのいい感じの焼き具合じゃなかったけど、もう時間がないなと思って、とりあえず焼けてるのは焼けてるから出しちゃった、取り出しちゃった。昨日寝る前に生地仕込んだ。昨日材料があったので、まあラム酒じゃなくて今回はブランデーを使って生地を作ったんですよ。なかったからラム酒が、ブランデーが
ブランデーを代わりにして作った。でも多分ラム酒の方が私は海が好き海が好きですね。ラム酒とブランデー、本当はラム酒なんだけど、レシピブランデーを代用した感じなかったので、切らしてたので、前回カヌレ作った時に全部使い切っちゃった。違う、えかな、前回もブランデー入れたっけ、もう前回覚えてない、私前回もブランデーかも。でもラム酒の方が香りが好きガトーショコラ作った時に全部なくなったんですよ。ブランデー汁、なんかブランデーあった、前に多分使ったやつがまだ残ってて、お菓子作りで使ったやつが残ってて、前回ラム酒、いや買いに行ってない、家にあったのを使ったんですけど、多分ブランデー代用した気がする。その家にあるって言ったのが結局ブランデーだった気がするんだよな、ラム酒なかったから。その1回分だけのラム酒だったのかな、それかちょうど、いや覚えてないな。あ、でもラム酒かもしれない、もしかしたらちょっとだけ余っててみたいな、それな気もしてくるわ。もうでも忘れちゃった、覚えてない。今回はでもブランデーで作った、ブランデーの方があんまり香りがしない、ラム酒と比べると。何か普段飲んでるお酒と違う、お菓子用のやつ、ブランデー違いますと前髪切ったんですよ、やっと短くなった。昨日の夜切った、まあ今日なんですけど、12時過ぎてたからこれ記念に前髪そういう記念ではない、普通に前髪が伸びてて切っただけ、普通に邪魔だったから切った記念に切るってカヌレ、あ、カヌレ食べた、何個か美味しかった、普通に美味しかった。そう、できてすぐ食べた方が外がカリッてしてるから美味しい。写真撮って、朝さっき見せたけど、写真はね、ちょっと待って、まあ駅村はあるけど、
すごい反射してた。これです。ここら辺があれだね、最後の方に焼いた、いい感じに焼けてるやつ。ここが、じゃあちょっともう時間なくて1時間半焼いたけど、ここら辺のあんまり焼き色がつかずに諦めた。焼けてるのは焼けてるんだけど、ちょっとアルミホイルかぶせるのが早かった。その後ね、アルミホイル取ってどんぐらいだっけな、10分ぐらい焼いたんだけど、1時間20分ぐらいアルミホイル途中でね、最初まず1時間焼いて、途中29分8分とかで、でアルミホイルをかぶせたね、そこが焦げちゃうからかぶせて焼いて、見てみたらまず焼けてなくて綺麗に、でそっから10分ずつぐらいで焼いていって3回焼いたんだけど、そのラストの1回の時だけアルミホイルを取って焼いたんですけど、ちょっとあんま焼き色つかなかった。こっちはあれだよ、60分で60分90分ほんとアルミホイルをかぶせるタイミングが大事。こっちはそのうまく焼けてる方はラスト20分ぐらいかな。オーブンで焼くの、フライパンでは焼かない、オーブンで焼いた。90分の、そう、なんかアルミホイルをかけるタイミングがちょっと早かった。待ってないよ、全部焼いた。カヌレは生クリームが入ってるやつだから、その普通のプレーンのカヌレを多分焼いて、そこに生クリーム入れたら生カヌレじゃないかな、多分ね、多分なんかね、隠れないもん。いや、友達にはあげないです。あげないです、今回のはあげれないです。生クリーム入ってるからな。生カヌレ食べたことあるんですけど、でも生クリームが入ってるカヌレだった、多分それが生カヌレだと思うんだよね。なんかそんなに普通に焼いてるしちょっと調べてみよう。え、多分そうだと思うんだよね。生クリームを、そう、普通のカヌレに、これちょっとレシピのさ画像なんだけど、こうやって普通の焼いたカヌレの底をこうくり抜いて生クリーム入れてる。これ生カヌレ、生クリーム入れたやつが生カヌレ。だから今普通の焼いてるやつに生クリーム入れれば生クリームになると思う。
ちょっと今生クリームないからできないけど。うん、200日。200日。いちご、いちごいる、いちご？いちごもないや。言えないや、いちご。合うよね、多分合うだろうけど。ないや、持ってない、家にない。にゃこさんかな、にゃこさん200日のタワーありがとうございます。ありがとうございます。200日タワー200日。あとどうしようかな。うん、今日は1時間ぐらい配信しようかな。8時だから8時半になったらランキング感じで。200日の振り返りを難しくない？振り返り難しいな、それ。これに続くとは思ってなかった。とてもとても思ってなかった。スタートの日覚えてない。でもなんかさ、一回途切れたんだよね、最初。どんぐらいだっけな、1週間経ったか経ってないかぐらいで一回して、できてない日があって、してなくて、そう、一回途切れ、覚えてないや覚えてないです。1年続けたい、1年、分かんない、続けばなぜか続いて、いや、それじゃないそれじゃなくて、普通にしてなくて、その日できなくて、その日、そうで途切れた日だった。なぜかってそのギリギリ続いてたのは別。いや、懐かしい多分その時は普通にアプリをアップデートしてなくて、それで不具合が起きちゃって映らなかったっていう、なぜか。これ
かもほぼ毎日、毎日やるかもわかんない、いつまで続けるかなわかんないです。続いてたらいいなぐらいに思ってて風で飛ばされる前髪がうちの髪の毛が飛ばされていく その部屋寒い場合はヒーターになるの？その部屋寒い場合は何もないです寒い場合は布団ですかね、布団ですかねで締める。寒いかったら着ればいいじゃん。でも夏はあれだから扇風機あるけど。エアコンがないからね、暖房ない。え、ボールみたい。ボール？ボール？こたつに、こたつ出さないんですよね、山だけ前は出してたんですけど、こたつ あるのはあるんですよ、あるけど出さないんですよ。毎回誰かしらが、そうこさずにこぼすんですよ。なんかジュースだったりとか、弟妹たちとかがね。なのでね、出さなくなった何年か前からあとこたつでみんな寝ちゃうから。冬の配信は、いやダウン着てたことないダウン持ってない。うん、秋服は何か。秋服は今年はまだ買ってないかな。うん、買ってない。うん。もう秋服か、早っ。何も秋服買うとか全然考えてなかった。ちゃんちゃんこ着てほしい。持ってないな。持ってないな。200で、そう200日です。今日は毎日ある200日の背景になってる。カヌレはまたチャレンジする。あ、配信でってこと？わかんないな、まだ。できるかわかんない。
ちょっと妹たちが夏休み期間中はちょっと厳しいかな。今日やろうとしたけどやっぱちょっと厳しかった。夏休み期間中はいるので妹たちがお昼とかね厳しいかな。平日で家に私一人とかだったらできるんですけど、やろうと思えば。でもその場合もお昼だね。そういうその場合で配信するとしたら、夜はできないから、いるから帰ってきてるから、さすがに。配信の時みたいなタイミング、ああそうそうそう、平日のお昼とかですかね。じゃないとちょっと厳しいですね。よいしょ、そろそろドボンでもしましょうか。ドボンしようかな。とりあえずメッセージ変えるね。ドボンの。あ、ガチャが始まってる、チームの。顔文字何にしよう。あ、これでいいや。あ、ギリギリちょっと足りないから貯めよう。バレーボール配信の予定ってない。バレーボール配信はちょっとできないからこの画面バレーボールってことでしょ。厳しくないですか。ちょっとさすがにここの画面上にボール、バレーボール、しながらの配信ってこと収まりきらない気がするんだけど絶対無理、それは無理。壁落ち、ここ壁なんだけど絶対無理やばい。体感が好き、切って引きで失礼すれば体育館貸し切って大変だな。一人ずつつける、トスした瞬間ボール消えちゃう無理かな。バレーボールカオスじゃん。めっちゃトスした瞬間ボール消える。だって見えてないじゃん、ここの位置で。トスした瞬間、あ、やば、ドボンされちゃう。ドボンされた。練習場はちょっと無理かな。クラブの方とかも映っちゃうから、一緒にいるクラブチームの一緒の方とかも映っちゃうから、それは無理か。お、ファンの方いる。ちょっとそうだね、この部屋はちょっとこの画角
しか無理なのでちょっと無理ですね、バレーボールの話。本当もう始めて、そうもう始めてるよ、今してる。ボールはね、柔らかいのが何号球、4号球の柔らかいのあります。あ、ロボンできそう。あっ、またファンの草いる。今日もたくさんあるね。まだ角あと1枚、うん、いい感じ。んー、あ、でもあと1枚、あと1枚。あ、割れた。プレゼントからカラコンは、ギリ無理そうではあるけど、分かんないな。多分無理そうかな。13ある。13出したい。ん、あ、ドロシーさん。色変えられちゃった。あ、やばい。上がられちゃう。上がられた。13結局出せなかった。そうね、もう4000コイン溜まってるじゃん。ガチャしよう、ガチャ。さあ、自分は出るのか。ガチャ。ももちゃん、はまちゃん、せりかちゃん、みつほちゃん、みゆちゃん、そらのん、あたし、そらの2枚、そらの2枚目。
ソラノンだけシークレット、あとみんなあの前回のやつ。私のやつはその前回のノーマル、残念出なかった。新しいの13、いや今回は出したい、さすがに今回は13を出したい、うん、出せない。うん、お、いいじゃん、ドボン13出した、13出せてドボンできた、ラッキー、よかった。うん、ファンの方いる。今回は13ない。やった。うん。ああでも今3枚持ってるんだけどカード。どのカードが残ってもドボンできない。全部13超えちゃう。あと今の色変えられちゃった。わあ、3枚。のスキップ。回ってこないな。うん、あと2枚。でもこれでドボンできる可能性が、うん、あるよ、可能性ある。あ、あと1枚、1枚。もうドボンできなくても上がれれば上がれた。上がれた。心配で泣かせる。だんだん前髪がさ、こう寄っていく。ここが。ここなんか動いてる。今回もないよ。13。引いちゃったけど、でも出せた。オッケー。スキップ。やばい、全然回ってこない順番。
と4枚全然やってない。あ、やばい、ドボンされちゃう、ドボンされちゃったドボンされちゃった、残念。ファンの方いる。うん、あ、13、しかもめっちゃ色偏ってる色偏ってる、うん、あ、でも13渡した。あと3枚。あー、持ってない色だ。鼻くたがドボンされちゃった スタンプみんなカード出してる時に押しちゃった。読めない、 TikTok に読めないんですけど、あ、やばい、待って、ドロスリー、あー、めっちゃ来ちゃった、カード6枚来ちゃった2本目の NG はない、 NG 動画はないです、もう。けど、あ、な、同じのに2個撮ってて、あ、だから同じ音だけどちょっと違うだけだけど、あ、やばい、めっちゃドロースリーされる、マッツルドロースリーあ、出せないし、カード同じ 音楽のやつだけど、あるのはあるよ。同じ音だけど、うん、ドボンできないかなあ、ドボン、ドボンできた、ペパーじゃない、音し、音楽一緒だよ、やってることも一緒お、ファンの方いるけどちょっと違う、これなんか、うん、比べてみたら違うぐらい、やってることですよ。どっち投稿するかもあって、しなかった方があるぐらいかな。でもほぼ一緒だから全然どっかに SNS に載せようとかは全然持ってなかったでしたけど、まだ消してないからあるよ。ドロスリーいっぱい食らったね。そう、できた。ドロスリー、だから3回来たから全部で9枚来たけど、できた。奇跡だ。
ファンの方はどうでした？13ない。あ、ないけど。ないけど。あ、でもまあいい方か、数字。あ、変えられちゃった、色。直前で変えられた。あ、リバース。カードが出せない全然。今だって5枚、あ、4枚、あ、待って、やばい、ドボンされちゃう、ドボンされちゃった。ドボンされた。コメントして、ありがとうございます。お、ファンの方いる。 TikTok のコメント全部見てます。あ、どの SNS もだけど、 TikTok だけじゃないけど、インスタとか Twitter とかも全部見てる。755とかもね。あ、13引いちゃった。勝率さっき見たのは、見た時は 30%。ファンの方2人いる。ん、あ、ドボン。数数えてたらドボンできた。 SNS でいいねとか、いいね、ツイッターいいねすることあるよ。インスタとかも。その投稿に対してのコメントにはしてないけど、そのメンションだったりとか、インスタグラムはしてる。とメンバーとかの投稿とか。もうドボンできそう。あー、できない、できな、え、うん、ギリギリできなくなっちゃったトロースリー。でもそんなに悪くない数字。でもギリギリできないか、今は。あ、ドボンされちゃった、違う方が。方もってメール返信用のハッシュタグと、あ、ありますよ、メール返信用のハッシュタグ強化メールで、ツイッターでしてくれたら見てます。全部ひらがな、強化メールもひらがな、強化目に伸ばし棒にる。強化メール、
山本美香ちゃん好き好き、かわいいかわいい。でも直接会ってお話ししたことはない。直接会ったことないかも。ちゃんと会ったこと、ファンの方いる。OK、 13だったけど一番最初だったわ、順番が出せた出せた、自分だ。どうできるかな。あー、できないかも。絶対この数字みんな持ってない。あー、11が数字が10でドボンできたのに11だった。ギリギリできなかった。上がられた。どうしてどうしてます。今してる。あと7分ぐらいする。30分になったらランキング読むので。出なかった。危ない危ない、忘れちゃってくれた。スタンプ、え、めっちゃいい。今2が3枚ある2が3枚ある。あ、手を出せなかった。今カード初っ端から2が3枚強い。ぶつけちゃったやばい、なんかスキップとかリバースされる。全然待ってかない。もうできないかな。ドボンできないかな。ああ、違う方がドボンされちゃった。残念。できなかった。カードは強かったのに。王冠ってどのぐらいでつくんだっけ。一押し力どのぐらいだっけな。でもまだまだつかない。1300、今10とか10点。1525。ああ、まだまだだな、まだまだだな。
200%はなかなかの道のり。いや、地球グミ作っ、地球グミね、食べたことないの、まだ食べてみたいんだよね、普通に。だからどんな味か分かんない。やばい、ドロスリーめっちゃされてた。やばい、11、12、13ってあるんだけど。あと13出せばいいけど、いい感じに。ドボンされた。13出したらドボンされた。今日ソーダゼリーなかった。なんかあるはずだったんだけどな。でもプリン食べた、プリンとリンゴゼリー。地球がなんか丸い形のグミなんだけど、グミでもグミっぽくないんだよね、グミらしいけど。お、ファンの方いる。で、そのなんか容器入ってる入れ物が地球の絵が描いてて、そのグミ自体は青で流行ってるやつ。でも食べてみたいんですけど。そう、プラザに売ってるってなんか書いてたから、何かに、何時見たっけな、何かに書いてるの見て、じゃあ今度行ってみようと思って、そうプラザあったから行ってみたんだけど、なかった。どこに売ってんのあれ。なんかあれで買いたくなくて、ネットで。ネットで買いたくなくて、そう、普通に店舗で買いたいなと思ったから行ってみたんだけど、なかった。そのなんかさ、外国のお菓子なのね、その地球組が。だからその外国のお菓子とかがいっぱい売ってるようなお店とかも行った時は見たりするんだけど、見たことないです、まだ出会えてない。カルディあるのかな、でも見たことないかも。カルディ、プラザにあるって書いてたから行ってみたのに、なかった。なんか違う外国の組とかはあったけど、ハリボーとかはあったけどね、他にもなんかあったけど、なかった。もうあと1枚、あ、でも私以外に2人いる、あと1枚の人。上がられそう、先に。お、あ、でも、あ、ドロースリーされちゃった。あ、しかもドボンされた、残念。あ、もう30分。よし、じゃあランキング読もうかな。残念だった、最後ドボンされちゃった。よし、ありがとう、時間教えてくれて。全然気づいてなかった。よいしょ、じゃあ13位から読んでいきます。と13位、サンタさん、ありがとうございます。12位、まさみーさん、ありがとうございます。11位、にっしーさん、ありがとうございます。次10位、としのりさん、ありがとうございます。9位、香港の春馬アットマーク200日おめでとうさん、ありがとうございます。
8位 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイさんありがとうございます。次7位筋肉愛好家さんありがとうございます。次6位たかゆきさんありがとうございます。4位おーなんて読んだ、これはなんて読みますかね、4位の方難しい、ちょっと読み方が PHOO2019-2019-3 ありがとうございます。分かんなかったごめんなさい。3位京香ちゃんは癒しさんありがとうございます。次に、にゃこアットマーク200日配信ありがとうさんありがとうございます。そして1位がカズさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。皆さん200日配信ありがとうございました。ちょっとカヌレはちょっと残念だったんですけど、せっかくいたんですけど部屋が使えなくて、この部屋はちょっと持ってこれないので、ちょっと写真だけだったんですけど、カヌレ焼いたカヌレ、またメールでメールか755回なんか載せときます。どっちかに後で755に載せとこうかな、みんな見れるように。配信ちょっと配信画面越しでちょっと見えにくいから、まあ、ちょっとあんまりその急いで撮ったからちょっと焼きムラのところがすごい見えちゃってるんですけど。あとで配信終わったら食べますカヌレ。ありがとうございました。後でこの撮ったやつ送っとき送る載せますね755に。ありがとうございました。ちょうど充電が 20% になって一旦止まっちゃった。ありがとうございました。バイバイ、またね、おやすみなさい。明日も多分配信すると思うのでぜひ明日からも見てください。バイバイ、おやすみ。Bye-bye.